品質管理責任者のピーター・ゴールさんからですね、祝電をいただいて、その祝電の言葉がですね、たった20年かということなんですね。それはもちろんジョークなんですよ。ジョークなんですね。つまり、向こうのヨーロッパやなんかでは、その名店って言われるのはやっぱりもう100年、200年単位ですから、20年なんていうのは標高に過ぎないとは思うんです。皆様にお世話になります。本当に感謝申し上げております。そのお礼の一言でございます。ありがとうございます。そこから花束の贈呈です。ありがとうございます。
でもあのとにかく最初に店長がルミネさんのことをお話ししましたけれども、あのそれについてはまた長くなるので、いろいろホームページとかあのいろいろツイッターなどでもつぶやかしていただきますのでよろしくお願いします。あの一番思ってるのはあのとにかく共存ですのでね、別に何か戦うとか争うとかそういったことではなく、一緒になんかいい新宿、いい駅ビル、いい街を作っていくっていう風に共存していけたらなって思いますので、ありがとうございます。それがなんか一番勉強っぽいなと思ってます。いろんな人がいて、でいろんな形で関われて、でみんながいろんなこと考えながら、でもベルクの中であの作ろうにいただければといつも思ってますので、まあこんなことがちょっと起こってて本当に申し訳ないんですけれども、でも皆様の応援のおかげでみんなスタッフ一同本当に勇気づけられて、それで続けていけるところがありますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。